自然療法チャンネルブナの森です先日スタッフから相談があって実はうつ病になってしまいましたということを話されましたでいろいろ相談に乗ったりもともと私が持ってる知識でその対応したりあとはその改めて勉強したことを皆さんにもお伝えしてシェアしたいと思いますで まあ一番は朝散歩ですね。これをおすすめします。日、ま、光、あ、浴びることで、あのー、体内時計をリセットできるのと、あとメラトニンなんかのホルモン分泌を促したりします。それから有酸素運動も有効です。で朝散歩とかねてますけど、えー、大体運動しない方が多いんじゃないかなと思います。でまあ、運動すると えー、セロトニン分泌なんかが、えー、促されて、えー、認知症なんかにもいいっていう、えー、研究データもあるぐらいですのであの、まあ、セロトニンというのは幸せ物質と言われてまして、まあ、これが運動することによって出たり運動して脳がリセットされたりしますので、えー、2つ兼ね備えてる朝散歩はおすすめですそれから休息睡眠ですねあの私も すごく強くあのストレスを受けてた時はもう本当に立ち上がれないぐらい、まあ、ひたすら寝るっていうことしかできなかった時があるんですけど自律神経がおかしくなってやっぱりちょっとこう元気も出ないしその起きてられない活動できないっていう時はもうひたすら何時間でも寝てましたねで夜も不思議とこの時は寝られました、うん、まあでも 睡眠っていうのはあの定義がいろいろあると思うんですけど体を横にしてれば、まあ、うとうとっとしてればそれはそれで十分だと思いますよくあの、えー、不眠症、えー、うつ病になったりすると眠れなくなったりするんですけどそれはあの、まあ、記憶を失ってる時間を睡眠と定義しちゃうと、えー、なんかうつらうつらしてその完全にぐっすり眠れないなんていう。 時が続いちゃうとそれが心配になったりするんですけどとにかく体を休めるっていうことでそれはもう睡眠というふうに考えていいと思いますで朝散歩有酸素運動休息睡眠これをスタッフにも勧めましたでやっぱりあのたまたまかもしれないんですけどあとそれから長く うつ病の薬なんかを飲んでたからかもしれないんですけど食欲が増したりしてあの太ってきたとかっていうのもあるかもしれないんですけど私の周りには結構太ってる人が、えー、うつ病になってることが多いように思いますまあもともとあんまり運動とかする習慣がなかったりあの休みの日もあんまり外に出ずに、えー、引きこもりがちで日光浴びないとかあとはまあ あの休みの日は割と遅くまで寝てるとかそういった感じで睡眠の乱れ生活習慣の乱れ運動しない日光浴びないまあ、こういうのが重なってる気がしますね、まあ、性格的なものもあったり心配したり焦ったり不安になったりっていうのもあるのかもしれないですけどあのなかなか性格的なところを直したりアプローチするのは大変なのでやっぱりこの。 生活習慣を見直す運動習慣を身につける、まあ、そういったことであの治療していったらいかがかなと思います。えー以上になります